ブレイクショット。よし。ランダさせてくれなかったけど。とりあえず一体落としに行ってみる。やってくれ。クソ。痛い。やばい、やっちゃった。やばい、やっちゃったよ。うわー、やった。マジでやった。耐えて、耐えて。もう嘘でしょ。はい、ということで、もう一回出してきました。なんと、玉津さんの収録始めてから2時間10分ということでね、かなり長丁場になってます。ということで、世界崩壊アクノロギア行きましょう。レッツゴー。勝つぞ。さすがに勝つぞ。もう負けたくない。もう、一回出すのに、なんか40分くらいかかるから。もうさすがに嫌だし。ゼレフもね、2回やったんすよ。タイムシフト。でも多分タイムシフトできるやつがね、ないんすよね。タイムシフトできるゼレフが。なんで、もう、負けないっす。行きましょう。序盤はさっきと同じような感じですね。とにかくもうリドラ処理が大事だっていうのはさっき分かったので、まあ、リドラを処理しながら立ち回っていくと。早速しなかったね。まあ。でも、1体だからね、今は。大丈夫ですけど。さっきの3体のところをやんなかったのはまずかったね、かなり。さあ戻ってきました。もう同じ失敗はしないよ。ちゃんと一体ずつやっていくよ。 OK。 ちゃんとね、ちゃんと黒リドラは絶対やる。そこはもう絶対の掟だからね、このステージの。 OK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 。 そう、クシナダはね、雑魚処理に2パン必要だからね、ちょっとそこは注意しないといけないとこだね。 OK。 でそうだな、オッケー、よし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 、今のとこすげえいい感じで、ストライクショット。オッケー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 、いい削りいい削りで、玉津坂次。やばい、死ぬ。嘘でしょ。撃つか。ストライクショット。オッケー。やべえ。なんとか抜けれた。よし。これでボス戦だっけ？ボス戦だね。よし。危なかったね、今も。結構、しっかりやったんだけどね。丁寧に。で、これでそうか。ちゃんとバフかけれれば。玉津さバフから始まるわ。オッケー！よーし！いいショット！ナイスナイスナイス。で、玉津さバフかかりました。これでどんな感じ？あー、あんまか。微妙だな。で、やばい。やってくれ！オッケー！オッケー！ナイス。でかい。これはマジででかいっしょ。で、ハートが湧いてほしい。できれば痛いんだよ。はぁ、そっち？めっちゃ矢印横着じゃね？でも串ならバフもらってもそんな美味しくなかったな。まあいっか、ここで雑魚処理できればまたバフかけ直せるから。オッケー。削れてる。で、次の攻撃耐えれるよね。オッケー。で、次攻撃ないからどっち？こっちか。もうちょっと綺麗に削りたかったな。まあいいや。
オッケー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 。で、雑魚処理もできた。これでレーザー飛んでこない。で、これ耐えれれば。よし。オッケー。で、よし。いい、いい矢印。まあいいや。いや、これの入れ番はね、もう難しい。本当に。ああ、これちょっと惜しかったな。今のやつ倒さんかったらね、次の入りのキャラ、バフかけた状態でいけたから。よかったんだけど、どうしようかな。ちょっと一旦消費します。できればね、クシナラスタートがいいと思うんですよね、次は。できればだけど。もう一旦消費するか。次がね、確かバフがないステージなんですよ。方向指定の。だから、クシナダの号令でまず、とりあえず全員蹴散らしちゃってから始めた方がいい気がする。多分、うん、号令打つなら次がいいかな。よし、じゃあこれで。OK。で、クシナダスタートか。これでじゃあ、大号令打っていきます。ストライクショット。とりあえずね、ダークドラゴンだけ落としに行こう。オッケー。まあ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 。ダークドラやれたのでかい、1ターン目で。で、ね、そうだな。オッケー。とりあえずね、もう確実に火ダメを減らしていこう。よし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 。で、玉津さん、もうこれ SS 打っちゃってもいいかもな。一本だったらいいよね。打ちまーす。ストライクショット。OK! よし。よし。で、どうしよっかな、これ。どういこう。次の玉津さんで抜けるか。そうすれば、方向指定のやつもね、いけるから、やつもいけるからっていうか、玉津さんがスタートで、方向指定のバフもらえるから。うん。ストライクショット。あんま入んねー。まだこれ玉津さんバフもらえるんで、まあ OK でしょ。よし。確実にね、確実に行きました。ただまあ上のレーザー食らっちゃうな。 OK。 よし。で、これは一回出るしかないか。次確実にバフかけるためにもね。よし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 。いい削り、いい削り。で、これ買ったんじゃね？これは買ったんじゃね？ストライクショット。よっしゃ。最後のショット超気持ちよかった。よし。いやー、クロノギア取れたのはマジででかい。待ってー、これで光の超究極いけるじゃん、ゼレフ。うわ、運極作んねえとな、マジで。はい、ということで今回はですね、アクノロギア無事取れました。なんで、どうしよっかな。順番的に次光ゼレフいっちゃってもいいですけどね。ちょっとまたそこは考えときます。まあでもね、こいつね、いろいろとスペックおかしいんで、まず6個アビリティ持ってるしね、超アンチウィンドでドラゴンキラー持ってるから、それこそ今のね、アクノロギアのステージにも強いし、まあブロック持ちでね、SS のエターナルフリアラも強いんで、光ゼレフもね、めっちゃ行きやすいし、ちょっとこれはね、でかすぎる戦力っすね。いや、マジで嬉しい。ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。黒三つ葉でした。